僕の一番嫌なことはね、居場所をなくすことだよ。一度大失敗をしてしまってね、故郷を追われた。とても悲しかったのさ。それ以来一つの場所にいるのが怖くなって。でも居場所を持たないと思っていた子が居場所を見つけてね、なんだか羨ましくなってしまった。それが僕のところに来た理由、なんで僕なの？君は言ってくれたじゃないか、僕にここにいてくれって。その一言がとても嬉しかったんだよ。でもそれは使い魔として。本当は分かっているんだ、ルコアはすごいやつで僕は未熟で見合わないって。そうさ、僕はすごい使い魔で、一目見れば君のことは分かる。君は優しくて背伸びしてるけど頑張ってる偉い子だ。それだけ分かれば十分だったのさ。ありがとう。よしよし。でもその子供扱いをやめてほしいんだけどな。翔太くん、僕いつでもいいからね。何の話？